もこんにちは、色文字講師の西本です。今回は月と書かせていただきました。月って綺麗ですよね。真っ暗闇の中、一人ポツンとピカーッと輝いてる。でも本当は太陽の光を受けて反射しているだけという話なんですけど、どうしても僕から見るとこう月が自分からグッと力強く輝いているように見えて仕方ないんです。その力強い感じをここに表現してみました。で、今回はですね、工夫したポイントが実は1個ありまして、月を描こうとした時にやっぱり黄色を乗せてみたんですね。でも黄色を乗せてもなぜかこう月っぽいリアリティが出ないんです。で、そこでやったのがですね、黄色とは真逆の濃い色を入れてみるということなんです。今回は濃い藍の色を入れてみました。するとちょん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 と端から徐々に入れていって、ある瞬間にピカッとこう月になったんですね。そう、そんな感じでこうどうしてもリアリティがないなと感じられる場合は、その色と真逆の色を端から徐々に入れていってみるといいかもしれないです。よかったら皆さんも試してください。はい、ありがとうございます。今回は月でした。またね。はい、どうもこんにちは、色文字講師の西本です。こちらの色文字動画ですね、随時更新していきますので、こちらから登録お願いいたします。そして質問などある方はこちらのコメント欄の方からよろしくお願いいたします。ではまた動画でお会いいたしましょう。またね。